ムラ OK、 オート OK、 役者 OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、こちら2020年はタツタツタツです。というわけで今回もまたドトール福袋を買ってきました。新春限定セットドトールが助福袋初夏2024。この福袋はドトールの豆セット、ドリップコーヒーセットにグッズなどがセットになったお得な福袋です。商品内容とおすすめポイントを紹介していきます。ドトール福袋初夏2024はドトールのコーヒーを最大 32% オフで購入することができます。大きく分けるとドリップカフェセットが4種類、コーヒー豆セットが3種類、価格の異なる全7種類が発売されます。今回監督が購入したのは3番ドリップカフェセット5800円、6番コーヒー豆セット3800円、この2つです。まずは3番目ドリップカフェセットを開けていきたいと思います。かなり大きいです。はい、1、2、3。というわけで3箱入っております。こちらでは開けます。はい、おお、パンパンに入っていますね。まずはこちらマイルドブレンド、続いてロイヤルクリスタルブレンド、ゴールデンモカブレンド、そして最後ブルーマウンテンブレンド。というわけで今年はこの4種類が入っております。こちらが10パック、この3種が5パックずつ1つのボックスに25パック入っております。このドリップカフェセットは通常価格は8250円、金額は5800円です。全75パック入っております。続きまして6番コーヒー豆セット、サイズは少し小さくなります。こちら、はい、豆が4つ入っております。マイルドブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ゴールデンモカブレンド、さっきと違いますカフェヨーロピアン、この4パック入っております。はい、そしてコーヒー豆セット、通常価格6010円が3800円。コーヒー豆セットドリップにはない特典があります。それがコーヒーチケット引換券。監督が購入したのはこちら4枚ついております。このチケットは全国のドトールショップで引換できます。ただ注意点があります。大事な期限、こちらは2024年5月31日までです。お気をつけください。各店舗メニューに応じた最小サイズとの交換引換となります。追加料金やサイズアップ、セット販売には使えません。もちろん換金もできませんので使い切る必要があります。そしてこの2024年福袋、なんとポムポムプリン、こちらとコラボをしております。全福袋の中に巾着袋というものが入っています。カラーは2種類です。ちょっと見ていきたいと思います。色は同じでしたね。こちらです。はい、こちらでございます。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポムポムプリン、約15センチ×17センチ、小物入れに使えるサイズとなっております。ちょっと1個上げていきたいと思います。はい、こちら質感はサラサラタイプ、この口をキュッと締めることができる巾着タイプとなっております。まだ特典がついております。お楽しみ、運試しくじ。こちら全7種類それぞれに1個入っております。サイトを見ますとポムポムプリンのぬいぐるみ、ボトルなどオリジナルグッズが抽選で当たるというわけで、運試しくじ行きましょう。なんか当たってほしいね。オープン。あー、なるほどなるほど、この二次元コードを使って抽選をしていくタイプとなっておりました。はい、ではこちら運試しくじに入りました。いきますよ、結果する。抽選中、10センチ、10センチ。さあ、どうなる、どうなる？ 10 センチ、10センチ。はずれ。ごめんなさい。いや、もう一回行こう。2回戦。10センチ。来い。来いよ。1回が当たってくれ。はい、というわけで以上となります。最後にですね、今回そのドリップコーヒーですね、初めて飲み比べというものをしていきたいと思います。どれも一緒やん。いや、でもこれがちょっとなんか茶色いのかな。このブルーマウント、これがちょっとなんか茶色いような気がするな、これと比べると。わからんわ。美味しいコーヒーの入れ方はですね、まずは少量のお湯を注ぎ20秒ほど蒸らしてから2、3回に分けてお湯を入れる。というわけで少量入れます。ういっと、ういっと、2、30秒蒸らします。そして2、3回に分けるというわけ。こちら見たところですね、こちらマイルドブレンドはほわっと曇る。こちらと比べると、はい、やっぱ黒いね。第2次に入れます。ういうい、よし、落ちてくるのを待ちます。お座り。お偉い。年末年始予約いっぱいで取れませんでした。もさってますけど、もうちょっと我慢してください。という間にいい感じにできてきたのかと思いますが、はい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 、どれも一緒だ。うんうんうん、ロイヤルクリスタルブレンド、あ、ちょっと違うか。ゴールデンモカブレンド、うんうん、ブルーマウンテン、いや、わかんないわ。はい、というわけでですね、新レビューをしていきたいと思います。こちらマイルドブレンド、まあシンプルな、一番オーソドックスで5パックある中でこちらだけ10パックあるというわけですね。おー、
奥がありますね。確かにミルクチョコレートっぽいな。無難にいいわ。続きまして、この赤ロイヤルクリサルブレンドいきます。あ、逃げ。酸味強い。優しい酸味。カラメルのような香ばしさ。ブレンドもう一回戻るわ。あ、でもやっぱりこれがいいね。続きまして、黄色。ゴールデンモカブレンドいきます。あー、ちょっと酸味あんな。ちょっと苦いか。こっちの方が酸味と苦味がありますね。じゃあラスト。この青。ブルーマウンテンブレンド。まあ、これはですね、豆の中で、まあ、高い部類に入る豆。おー、酸味効くね。あー、やっぱり。個人的飲みやすさランキングいきます。ベストは、やっぱり、マイルドブレンド。第1位。まあ、これだよ。これが一番飲みやすいわ。いいわ。一番コーヒーっぽい。続きまして、第2位。ブルーマウンテンブレンド。しっかりした味わいがある。で、第3位と第4位はですね、そこまで変わらないですね。まあ、でも、どちらかというと、このロイヤルクリサルブレンド。ゴールデンモカブレンド。ちょっとこれ酸味が強かったので、ちょっと癖が強いかなという感じでしたね。でもやっぱり、これが一番いいね。というわけでございます。いかがだったでしょうか。というわけで、今年も買いました。福袋、おそらく来年も買うかと思います。監督ラムの監督でした。また、次の動画で会いましょう。よし、飲むぞ。ドトールさんの、一番お安い1800円の福袋を買ってきました。今年はもうすごいですよ。はい、こんなに買っちゃいました。というわけでですね、今年もですね、買わせていただきました。3900円でございます。こちらでございます。店頭で事前に予約をしました。